こんにちは。フィナーレの準備は整っているぞ。手に汗を握って進んでいこう。これ予想だけど4次会の次が多分ボスのフロアだろうね。フィナーレの準備、手に汗しよう、お寿司。そうそう、なぜだお寿司ですし。そうか、ゼン君。汗たっぷりの第8問だぞ。お願いします。ででん、小腹が空いたら肉ガムです。即答すぎるんだけど、それしかないですよね。もういまだかつてないスピードで質問が終わったんだけど。いきますか。とりあえずパワースポ行こう。ね、あそこで光ってるのって不思議パワースポットじゃない？不思議パワースポットです。ただそろそろさ、道具がいっぱいなんじゃないと思ったけど、あと10個持てるか。とりあえず踏めるとこ踏んでいこう。さあ調べましょう。ちょっと敵多かったんで今回逃げました、ごめんなさい。あっちも行き止まり、こっちも行き止まり、なんか先に進んでる気がしねえよな。千鳥に会いてえぜ。姉ちゃん、行けずですな。筋肉のことは知らんぷりだって言ってる。お前もそうは思わないか。筋トレ系女子と出会え。どうだ、ジムか。もうとりあえずちえちゃん以外でお願いします。不毛なボーイズトークもそこそこに短足で戻ることにした。さあということでイベントが見られました。じゃあこっち行きましょう。扉2箇所2箇所ですね。とりあえずこっちも行きましょう。なるほどね。じゃあ向こうか。ちょっと気力尽きそうかも。さあ行きましょう。もうちょい進みたいかな。そしたら回復ですかね。敵が3体、強いレベル。ただなあ、ここ倒したら、この敵3体倒したら多分道具いっぱいになるんで、どうしよう、戻ろっかな。戻るか一回。そしたら、よーし、じゃあ一旦戻ります。スタミナ切れしてきた。ちょっと中途半端的な感じだけど戻ります。ようこそ、いらっしゃいませ。さあ売りましょう。いいね。おや、この鈍い輝き、若干の悪臭、そして重度に保たれた内部、稀に見る上質素材ですね。あざす。ならば
この不詳テオドは丹精を込めて開発いたします。お願いします。すみません。え、どうしたんですか。先ほど丹精を込めてと言いましたが、いつも丹精を込めていないのか。大丈夫ですよ。それが気になってしまい開発が。え、そういうことってあんの。ともあれ、ああ、よかったです。どうぞご利用ください。はい、ありがとうございます。めっちゃ増えたね。アイテムとしてはこれですね。強いね。これは変えとこっか。さあ防具でーす。なかなか上がりますね。これをどうしよう、つけよっかな。うん、それならつけとこうかな。ここまで変わるのであれば。でアクセサリーでーす。運が3上がる、いいね。まあいいけど、これはまあこのままでいいかな。 OK です。あ、変えれる、変えれる、買ったっけ。帰れる帰れる、大事大事。ようこそいらっしゃいませ。あら、行くぞ。ぐるって回ってきちゃいましたね。ってなるとこっちか。行きましょう。いる？いますね。注意して、FOE がいるよ。とりあえず、まあ、これは体で受け止めてもいいので、なんとかなるんで、下がって、ちょっと待ってね。横ね。踏んでおきたいですね。おかしくなってるみたい。しっかりして。オッケー。で、これも大丈夫。あ。で、扉あっての。オッケー。これ当たっちゃうよね。よし、じゃあこうして、行けば OK と。いきまーす。そろそろ半分ですね。 50% いきそう。あそこの壁なんだ。取ります。どうも違和感があるな。調べてくれ。で、パワースポもある。前方に例のパワースポットがあるな。取りますとも。 OK。 おお、そういう組み合わせ。そういう組み合わせ。とりあえずね、1体だけ倒せた。1体倒せた。よかったよかった。さあ 50% いきましたよ。で、扉あって、また2箇所にあるね、扉。で、こっちは FOE がいそうな感じするね。で、こっち行きましょう。宝箱だ。紫のスーツ。紫のスーツ。え、めっちゃ良くない？めっちゃ良くないですか？かなり防御上がりましたよね。敵みたい。これなら余裕ですね。戦いながら踊るなんて余裕ですよね。余裕ですね。倒しちゃいましょう、ハマオンで。イベントっぽいね。見ましょう。行ったり来たりと。本当に出口なんかあるんですかね。出口がないことだって考えられますし。
大丈夫大丈夫、きっと、うん、あるさ。慕われてるんだね。でも先輩で約束守ってくれないし。うわーうわまあそういうことでしょうね。リセちゃんってすごいな。さあということで、じゃあまた2か所に行けるのでそっちの方面ですかね。どっちから行こうか、まあ、近いからこっちから行こうか。まだ先がありそうだよ。これなんだろうね、何かに使う部屋な気がする。敵が3体、脅威レベルは低いと思います。遠慮なく行くからね。まあとりあえずエンジン全開でやっていきます。飛ばしていきます。あとはねペルソナの方もそろそろ何か作ってもいいかなって思う頃合いだと思うんで、次戻るときにちょっと考えてみようかな。ただね、前も言った通り、ちょっと今のね、この環境がね、めちゃめちゃ使いやすいんだよね。そこなんですよね。まあ、それでも作った方がいいとは思うので。負けるもんか。まあ、こっちですか。よし。オッケー。じゃあこれで大丈夫かな。ありがとうございます。さすがはリーダーですね。お疲れ様です。30にはしたいね、レベル今28、29ですもんね。なんかここ気になるな、何かに使いそうな気がするんだけど、とりあえずでもこっち行ってみたら何かわかるかもしれないからね。こっち行こう。待ってろ。この気配 FOE か。 FOE ですね。とりあえず踏めるとこは踏んでいきましょう。こっちは通れないってなるとこっち。前だよ、片付けてね。マジこの部屋だけは何とかしたいな。ただ前の壁見てみて。トゲですか。なるほど、踏みますか。まあ道具預けに戻ると思うんで気にしないでいきます。スタミナ切れ、修行不足かも。とりあえずこっちも確認しておきたい。なかなかやばいところに出ちゃいましたね。しかし状況はこれ戻った方がいいかな。戻るか。戻ります。一旦ようこそ、いらっしゃいませ。さあまずは素材を売る。これがあれば、もしや。お待たせいたしました。どうぞご利用。 ありがとうございます。
さあ、ということで戻ってきました。まずは踏めるところからかな。はいはいはい、しまった。まあ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 、しっかりして。マジかマジか、どうしよう。ああ、この前当たっちゃうのか。まあいいやまあいいや、大丈夫。そっちでいいの。とりあえず踏めるとこ踏んだよね、現状で。じゃあちょっと動いてもらって、当たっちゃうけど大丈夫です。そっちでいいの。とりあえず OK、 今んとこはね。ちょっとずらしますか。扉か。ホムンクルス、マジか。ホムンクルスって強いやつだよね。これ本当にえげつないですからね。これできるだけ取っておきたいな。これ本当に大事なバトルとかでできたら使いたい。ちょっとまた踏めない位置が出てきちゃったね。とりあえず進んじゃう？こっちです。あ、あそこ、F.O.U. いましたよ。進んじゃおっか。こっちこっち。まあ、とりあえずマークだけつけときます。見てください。パワースポット。まずは行けるところから。おお。あの敵、珍しいのですよ。俺、緊張する。外した。まあこんなもんすよね。残念でしたけど、またチャンスは来ますよ。パースポー。オッケー。でこっち。あの壁ちょっとおかしくないですか？おお、F.O.E. か。いましたね。全然気づいてなかったわ。マジか。むむ、そこの壁おかしいぞよ。まあ踏んどこう。で、あーごめん、また踏まないといけなくなっちゃった。もう完全に体張って限界まで来ていただきました。でこっちから通れない。なあ、宝箱か。よかったです。百中ゴーグル。なあ、命中率大幅アップ。まあ名前の通りみたいな感じですかね。気をつけて。さあイベントです。ピンクが強すぎて見てて落ち着かない。そうだね、確かに。お、何か始まりそうなトークが。女子たちの会話に花が咲いてしまったようだ。ボーイズトーク。いやいや、このチームにはチーム名が足りないと思うんだよね。チーム名ですか。うん。
やっぱ戦隊とかレンジャーとかついた方が正義っぽいと思いますし。ハイカラ、ハイカラですね。じゃあジュネス、ジュネス、ま、そうだよ陽介。みんな好き勝手に言い出しているリーダーである自分がまとめるしかなそうだ。最初の言葉は、おー、これ選べるのか。ウルトラ、真ん中の言葉はウルトラ忍者カンパニーカンパニーになっちゃった。僕は嫌いじゃないですよ、そういうの悪くないと思います。天田ちゃんいい子だな。おーい、この俺たちウルトラ忍者カンパニーに何か任務か。何それ、純平が考えたんだって。ちょっだから念のためチーム名覚えておこう。なんかあるんすかねってことは。なるほど。あとさ、ちょっと回復に一回戻ったんですけど、こっちも行けますよね。あーマジか。打ち抜けそうだな。一発お見舞いしてみるか。質問がありそう。これ来てよかったかもしれないですね。そっか、あとペルソナをね変えたのでスキルがね変わってます。ちょっとね物理中心になっちゃってるんだけど、まあ一時的にって感じですかね。でここが抜け道。じゃあ行ってみますか。お先に行きます。行くか。君たちは野を越え山を越え数々の宿敵や悪魔を振り払い、ようやくここまでたどり着いた。やったね。君たちの口から安堵のため息が漏れるぞ。いよいよって感じかなってことは。ああ。もうちょいやりそうかな。どうですかね。でもかなり奥まで来ているのは間違いないし、一層注意しようですな。そろそろ例の番人がいてもおかしくない。それでは第9問だぞ。これ10かな全部で。ででん。遊園地へ行ったら絶対乗りたいものは。ジェットコースター、メリーゴーランド、コーヒーカップ。これはですね、多分どれでもいいんじゃないかな。コーヒーカップにしよう。本当にいい。いいよ。いいっすよ。そこ行く？え？三半規管トレーニングなれそうだな。だろ。せやろ。じゃあぐるりと回って。ただね、向こう側もあるっちゃあるんですよね。とりあえずまあ行けそうな場所を行ってみる？そこの壁なんか怪しいんだよね。さあ、ペルソナもらえましたよ。おぉヒーホーくんだ、嬉しい。いい感じだよね。この調子で行こう。でね、すげえ今更なんですけど、ヒーホーくんで思い出したんだけど、ペルソナね、ちょっと変えてます。主人公、まあ俺にはアレス、ヒーホーくんからアレスにしました。一応、たるんだ、すくんだ両方覚えててっていうのがポイントですかね。ただ、ほんと物理ばっかりみたいな感じになっちゃってるので、そこが、まあ、
ちょっとなあって感じですかね。であとは素材であのヤタガラスさん使っちゃったんで、赤ベストパイセンにはバーチャーをね、まあいなかったっていうのがこれはあるんだけど、まあ物のついでにレベル30になってハマオン覚えてくれたらいいなみたいな、そんな感じでやってます。あとは特に変化はないかな。さてと、こっちは通れない。FOE いそうだなこの部屋ですよね。とりあえず踏めるとこ踏んじゃいますか。なんの、なんだかんだ初めてですね、途中乱入。なるほどね、こういう感じで起こりうるんですね、気をつけないとね。やばやばい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 。あ、でも耐える。ゆかりちゃんが呪われてます。攻撃は避けた方が。ちょっとこれ調べられてよかったかもしれない、今のワンパンでやられるみたいな、そういうケースはないかも。そっか、そうなっちゃうか。あ、でも大丈夫か。はい、 90% 超えましたね。ただどこまでいけるかな。おう、希少な敵です。ラッシュで逃がしちゃダメですよ。いいねいいね、当たってる当たってる。嘘、あと2発ぐらい、マジかマジか。見てるの楽しいんだよね。オッケー、片付いたな。この経験が力になる。まあ先パースポですかね。いきます。 OK で、こっちもある。どうも違和感があるな、調べてくれ。そういう感じになってるか。これ行っちゃっていいか、一旦行こう。でですね、多分最後の質問で俺の予想なんだけど、ここにあるじゃないですか。ってことはもう入ったらそのままなんかいろいろ始まるみたいな、そう思うんで、ここまでにしときますね。とりあえず一旦ここで戻ろう。ラッシュラッシュ、あ、ちょっと止めとこう。うわー、4人やられた。4人持ってかれた。で、抜け道も通っておこう。いらっしゃいませ。期限大丈夫だよね。大丈夫だったらこのタイミングで仕掛けていきたい。よし、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。じゃあ、あの先に進む前にちょっとこなせなかったことをこなすことを目標に準備していこうかなと思います。またお越しくださいませ。